限界集落株式会社は黒野新一による日本の小説。2015年に NHK でテレビドラマ化された。過疎化と高齢化により消滅の危機にある小さな集落、留め村を舞台に東京から来た企業コンサルタントが農業によって村を復興させるという地域活性エンターテイメント作品。2011年に単行本が小学館より刊行された後、 2014年には4年後の止め村を描いた続編、脱、限界集落株式会社が刊行された。幕越町の麓にある小さな集落、止め村は若者の流出や高齢化により、限界集落と化していた。この村をルーツに持つ企業コンサルタント、滝川優はリフレッシュのつもりで戻ってきたのだが、村の現状を見るにつれ、村を復興させようと思いつく。 優は、大内正人や、収納研修に来た若者たち、さらにはこの村の百姓と協力し、正人の娘、美穂と反発し合いながらも留め村を法人化し、ブランドにしようとする。しかし一方で、幕越町の役場との対立や思わぬ事件によって、留め村は危機を迎える。留め村が消滅の危機を脱してから4年後、村には、優の知人である佐藤が立ち上げた。 ショッピングモールが誕生し、有名ブランドのテナントが入っていた。その一方で、留村の駅前にある上限商店街はシャッター通りと化していた。そんな中、駅前の再開発の話が持ち上がり、駅前にもモールを作る動きが出る。優と対立した美保は商店街を保存させようと奮闘する。2015年1月31日から同年2月28日まで。 NHK 総合の土曜ドラマ枠で放送された、前後回。ドラマでは、地域の活性化というテーマの下、マサトが留村に戻る行き先や美穂との関係、滝川の人物像など原作と設定が大きく、異なっている。原作では滝川を軸に、ビジネスに力点が置かれていたが、ドラマではマサトを軸に農業に力点が置かれ、ゲリラ豪雨による被害や、 人手不足による疲弊のためのミスにより食品偽装の疑いをかけられるといった原作にない、問題が発生する。なお、ドラマでの留め村の読みは止まり村となっている。ありがとうございます。